落合商店ですか。落合商店さん、はい、看板娘の名前はあ、落合です。落合めぐみです。長市はそうですね、毎年去年震災でちょっと場所違かったり出れなかったりとかあったんですけど、今年はもうまた再開できたんで良かったと思います。やっぱ地元なんで触れ合いやすいというか親しみやすいですね。方言とかもやっぱりお互い出るんで、そういう会話がやっぱ楽しいですね。こうやっていろんなところに出させてもらって、その地域の方とお話しながらこうやって振ったりしてます。去年までサッカーやったんですよ。なでしこ、アルビレックス新潟っていう新潟のチームで、去年の震災の影響でやっぱすぐ家族のそばに駆けつけられなかったっていうのがちょっとやっぱ自分の中で引っかかってて、やっぱサッカーにはいくらでも関われると思うんで、自分からだったらなんでこうやってそばに出るのが嬉しいですね。重いもの持ったりとかするんで、まあ、ちょっとでも助けになればなとは思いますけど、私介護の仕事に興味があって、今学校に通って資格の方を取らせてもらってて、向こうでもサッカーしながら並行して仕事もやってたんで、その関係でやっぱ介護、人助ける仕事に一応興味があって。いいの？ありがとう。あら、赤子ガチャ。どうもね、ありがとうね。おじいさんにガチャーなんて言われてね、いつも間違えられるんですけどね、後通りとかなんて言われて、私がこういうところで皆さんに元気あげてくれればいいなと思って、もし機会があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。